んこんばんは。こんばんは。こんばんは。ちょっとね、はいはい、大丈夫ですか？大丈夫ですよ、もちろん。始めますよ。始めましょう。毎週木曜日21時ガールズファーズで、今回第5週目はですね、レアな5週目は、私京本桃香と加藤郁美です。はい。特別番組同級生と題しまして、はい、リアル同級生のトークをお送りしたいと思います。お願いします。知ってました？知ってました？知ってるか。知ってました。知ってるんじゃない？知ってるんですかね、私と郁美。まず私のことを知ってるのかなっていう。知ってるよ。知ってるよね。えね、ほらほら、怪しいぞ。曖昧なうなずき。曖昧なうなずきがありますけど、え、私読む？私まだ読まない。台本通り進めなくてもいいか。全然大丈夫よ。違うね、なんかね、こっちね、陰っちゃってね、よく見えないんだよね。これ、コメントって来るの？コメントはですね、来るんすか？来ないのかい？あのね、毎月やってるけどね、私も仕組みよく分かった。おい、何回目だ？5回目とかですよ。なんかこうやってパパパパって上に来るのかと思った。あ、カメラはね、そこなの。ほー、うん、で、人はここなんですよ。なるほど。うん、失笑で、ありがとう。失笑で。最近ね、よくわかんないけど、滑り癖がついちゃってて。いや、わかるよ、同じくだよ。喋ったらもうひたすら滑るわ、滑るわ、今も滑ってるぞ。悲しいね、やっぱ若い子にはそうじゃないと思うよ。あ、本当？高校生ぐらいだったらみんな笑ってくれると思うよ。通じないね。誰に通じるんだよ、じゃあ。読みましょう。番組中、私たちへのいろいろな質問や激励、ツッコミなど、さまざまなメッセージどんどんお願いいたします、はい、メールアドレスはこちらにも出ておりますが、ってこれですね。これ映ってなくない？あ、出てるね、下に。こちらのね、下のメールアドレスに皆様からのメールお待ちしてます。これ読むんだよね、このメールは。来たら読みます、読みます、もちろん。どうやって来てるのこれ、いつもメール。メールが来たら、そこにね、行ってプリントアウトするんです。ほー、なるほど。そうそう、ぜひぜひ皆さんメールよろしくお願いします。はい、はい、ということで、ここから50分間話しましょう。喋っていくわけでしょ。まあでもね、前回、半年ぐらい前だっけな、私の、イクミンのね、そう、平塚でやってるラジオ番組で2時間喋ったからね、50分あっという間ですよ。ね、いや、あの時はね、イクミンがものすごい引っ張ってくれましたけど、いや、今日もぜひとも引っ張って、おい、どっちの番組だ。そう、5週目はね、私の番組でもないの。そうなの？あ、なんかさ、ツイッターでファンの人がさ、そうそう、ね、誰が MC で誰の番組なのみたいな質問してて、そうそうそう、え、誰のでもないのよ。誰のでもないの、ま、誰のものでもないの。5週目。なるほど、うん、普段はどういうゲストさんが出てるの？普段はですね、私は第3週目の木曜日に、うん、おしゃべりちゃんっていう、私のおしゃべりを向上する番組があるんです。なるほど。定的には、うん、定的には。で、若手芸人さんをゲストに招いて、うんうん、トークをしてるんですけど、うん、まあ、芸人さんが来てくださるので、私は大抵話さなくてもことが進むっていう、うんうん、なるほどね、うん、甘えちゃってきてる感じだ。そうなんですよ。向上どころか、うん、甘えることを覚えてきた。ダメじゃん。マイナスではないか、それ。喋んなくても大丈夫って。とはさ、うん、どういうトーク内容になるの？どういう噛み合うのだって。いや、でもどういうこと話してんだろう。なんかね、それさえも記憶にない。どうなの？どうなの？それ、ね、だからそれぐらい薄いってこと。なるほどね、うん、濃い話していきましょう、今日は。そうそう、今日はね、していきましょう、うん、最近どんな活動してるんですか？最近はね、なんかすごいね、すごいでしょ、大変でしょ、大変でしょ。いや、そう、大変でしょ。かなりハードで、うん、今、ちょっと待って、イクミンのファンはすごく静かだ。え、なんか多分どうしていいかわからないよね。声出しているか何しているか、そうですね、普段どういう感じなの？普段はどういう感じで聞いていいのか多分分かんないよね、今ね。普段どうなんだろうね。普段もまあ割と静かかな。なんだよ。なんだよ、じゃあいいよ。割と静かかな。そのままでいいよ、うん、はいはい。なんか、あ、最近ね、そう、最近ね、うん、大まかなこととしては、うん、10月から6ヶ月連続リリースっていう、そうじゃん、毎月、うん、こう月1で作ってるんだけど、曲を、うん、かなり大変。もうなんか、いつ制作してんの？いや、もうほんと1ヶ月で作ってんの。
いや本当に間に合ってない曲作るのって大変なのみんな知ってる？かなり大変。でもなんかもうこんなスタッフさんいたっけ、うん、みたいな人までなんか急に関わってきてて、そうなんだ誰ですかみたいな。じゃあもう関わる大人が増えたってことか。増えてるし、増えてるし、会ったことない人とかも自分の活動手伝ってくれたりとか、今もう事務所を辞めて、そのチームで活動してるんだけど、そこにまあ T シャツのイラスト描く人とか、まあ編曲してくれる人、楽曲作る人、まあボイストレーニングとかマネージャー業務してくれる人っているんだけど、まあその中で6ヶ月連続リリースで、すごいね。今月がね、今月出す曲でまあ最後なんだけど、ラスト今月がもうかなりドタバタで、大阪遠征行ったんですよ、初の。あ、いいな。いつ行ったの？来月、来月がラストの6ヶ月目の曲なんですよ。なね、怒られる。ちゃんとしっかりして。しっかりしましょう。して来月がそう、6ヶ月連続リリースの最後 で、で、今月はもうかなりドタバタしてて、大阪遠征に行ってきまして、初の。いつ行ったの？おととい？そこも定かじゃないの？そうでしょ。おとといぐらいか。いやもうね、濃すぎて時間がもう、レコーディングも昨日しましたとか、そういう感じのレベルでもうキツキツになってて。でも大阪のアイドルさんと一緒になったことある？あるかな。あるっけ？すごい失礼なこと言ってね。多分ある。多分ある。なんかあるある、うん。大阪のアイドルさんってすごいレベルが高い。高いね。高いのよ。すごく。高い高い。あ、このアイドルさんすごいなんか完成されてるなって思うと大体大阪みたいな、私の中で。だから結構かなりそのレベルが高いのも知ってたのよ。でなんかかなりね、こうやいくみ大阪ちょっと気合い入れてった方がいいよみたいな、誰も見てくれないよ、いくみのことなんてぐらい言われてたから。あーすごい、もうじゃあ分かった、誰も見てくれないもん、東京から来てる 2,3 人ぐらいしか自分見てくれないっていう気持ちでいてたから、結構ねいい感じだったよ。ほんと、うん、よかったね。すごい楽しかったです、大阪遠征。まあ、なんか今後もね、いろんな地方に行ければなと思って、でも結構那須、塩原、栃木で、ね、そう行ってるよね。行ってたね。月1ぐらいで行ってなかった？なんかそんな行ってないかな。行ってないかな。ごめん、記憶がもうね、二十歳過ぎての記憶が。でも結構行かせてもらってたかな。結構っつっても 2,3 回かな。あ、そんなもんだっけ。へー、そうそうそう、 2,3 回ぐらい。車？いやそうそうそう、クソ寒いね。寒いね。寒かった。でも水は綺麗だからね。あんま触れてこなかったけどね、水。水触れてぞ。まあ、でまあその6ヶ月連続リリースか、来月で最後なんだけども、4月10日に、なんとね、まあ月1で主催やるのもかなりちょっと大変だったんだけれども、4月30日、ごめんなさいね。さあ、違うの聞いて、字が汚すぎて。だけどその差が1に見えて10日に見えちゃったんだよね。記憶障害すぎません。言い訳が甲高い。甲高いわ。もうほんとね、4月の30日に、ね、最後もう主催が、ちょうど1ヶ月じゃん。そう、ラスト主催も1ヶ月ずつ毎週やって。どうだった今まで。めっちゃ大変だったよ。なんかその、演者さんの連絡も、まあ最初の方は自分でしてた、自分でしてたり、タイムテーブルどうするとかも大変だったね。タイムテーブル作るのどうしていいか分かんないよね。なんかさ、自分主催してた時、フリーでソロでやってた時に、やっぱ自分で全部やるじゃない、なんかもう遠慮しちゃって自分初めの方に持ってくるみたいな。あ、そうね、そう、主催なのに自分で決めてたの。あ、そうなの。全部自分でやってた。連絡は？連絡も自分でやってたから、なんでさっき驚いてたんだろう。驚いてなっちゃうけど。それな、そうそうそう、やってたやってた。でもなんかさ、やっぱタイムテーブルってさ、こっちが決めちゃうとなんかすごい申し訳ないじゃない。そうそう、なんかさ、やっぱね、みんな、みんな本当ね、いい子だから、アイドルめっちゃいい子だから、みんな来たタイムテーブル、あ、了解ですみたいな、お願いしますってなるんだけど、絶対ないし、なんでこんな時間早いの。いや、思ってるよね、絶対。いや、でもむしろ私も思うもん、でも。いや、でもね、わかるの。やっぱね、主催がやっぱ平日とかなると呼べないわけですよ。グループもきついし、ソロもね、いろいろね、そこで早い時間にしてしまわなきゃいけない時、ほっと申し訳ないよね。申し訳ない。でも、それでもね、人脈を広げていって、いろんなアイドルさんと関わっていければなと思ってます。はい、チーン。さ
最後のうぐってなんだえでも本当に、うん、その主催、うん、月一でやるのもちょっと大変 で、うん、でその毎月毎月違う曲を覚えていく、うんうん、でこう煽りとかも、うん、そのちょっと考えたりしなきゃいけない。なんか曲を覚えるだけじゃなく、うん、振り付けとか もう後半自分でやってて、うん、あそうなんだ。やっぱね大変なのよね、うん、その振り付け師さんとかも自分でこう探したりするんだけど、うん、やっぱ舐められちゃいけないよね急になやっぱ舐められちゃいけないから、うん、こうある程度しっかりした気持ちでいくんだけど、うん、でもやっぱりねソロでフリーってなっちゃうとさ、うん、あれよね、うん、あのねフリーっていうもう言葉からね、ワードがね、うん、ちょっとなんかどうせフリーでしょみたいな。そう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 、二十歳そこいらの子が一人でやってるんでしょぐらいの体で思われると、うん、そうね大変なんでね、ちょっと仕事頑張りましょう、うん、本当にね違う、今日トーク内容も、うん、もうさっき決めたぐらいな感じだから、そう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 、どこまで話していいか、どのテンションでいていいかもちょっとよく分かってないのよね。あのテンションでもいいでしょ。いいでしょ、うん、何話してもそう。まあでも最近やってる活動としては、うん、まあ、うん、今月大阪遠征行きましたよっていうのと、うん、あと昨日のとかじゃない、そう、うん、なんと全力坂の方に出演させていただいて、ね、すごい走ってる顔がひどかったっていう。やばかったよ、前髪卑弥呼様みたいになっててそうなの、え、見た、バッサーなってたよ。まあ見たか、みんなね、ちょっとね、まあ、うん、でもね、うん、皆さん結構見てくださったみたいで、うんうん、ツイッターとかでもちょっと短めの動画とか上げてくれたり、うん、画像とかも上げてくれたりしててね、ありがたいね、かなりありがたかったです、うんうんうん、まあ、大阪遠征全力坂6ヶ月連続リリースの4月30日にラストの主催があるっていう、うん、かなりね、4月30日はどんな感じになりそうなの？かなり演者さんが多い、ね、今まではなんかまあ5組、6組ぐらいだったんだけど、うん、10以上いますよね。すごい、14組いますよ、ね、14組いて、はいはい、でもやっぱりさ、うん、正直さ、ツイッターのフォロワー数とかさ、うん、動員に関係ないというかさ、うんうんうん、くない？うん、全然6000、7000いるけどさ、うん、前回ライブに来る人って言ったら、うん、まあ限られてくるわけじゃない、うん、でもやっぱりさ、こう主催をね、あのツイッターで依頼すると、うん、なんか、あ、カトリックみたいな主催だから、そう、期待されるんだよね、すごい人入ってるんだろうなみたいな、モチベーションでその他のアイドルさんもいるわけよ、うんうん、頑張らねばっていう、うんうん、だから今回トップバッターに自分持ってきて、うんうん、でソロの子たちをまずバーって入れて、うん、で途中物販って形にして、うんうんうん、で後半グループの人たち入れて最後に自分みたいな形を予定してて、ちょっとね、人呼びたいんだけどさ、うん、早め早めに告知しててもさ、やっぱり予約ってさ、うん、急遽とかじゃない、うん、明日行けるよみたいな、うん、そういう感じだからさ、どう告知していいかも、ね、すごい来るよね、分かんないよね、うん、どっちがいいのかなでもやっぱ告知は前々からした方がいいんじゃない。なんかさ、でもさ、うん、2パターンあると思うのよ、うん、毎回毎回つぶやいてくれるのありがとうっていう人もいればさ、毎回毎回告知文しつこいよって人もいるじゃない。あー、そうね、いるね、いるじゃない、うん、まあ、どっちもいると思うんだけどさ、うんうん、なんかツイッターとかもさ、うん、1個下がればもう告知載ってるよとかさ、うんうん、プロフィール固定してるよとかさ、うんうんうん、あるけどさ、何日次のライブいつなんですかとかさ、みんなあんま見ないもんね。なんで見ないのかなっていう疑問があるよなんですかね。ここにいる人とか本当になんかこう、うん、毎回来てくれる人は自分で調べてね、うんうん、来てくださるんだけど、うんうん、興味がないのかな。いや、興味はあるんじゃない。興味はあるけど、あのそこまでじゃないぞって、うんうん、全部掘るほどじゃないぞって。なるほどね。でもそういう人たちをさ、うん、こう調べてまで来たいって思わせるのが、まあ私たちの仕事じゃない、うん、あ、そうね。でもどうしましょうね。いや、どうしましょうね。どうす、まあ確かにどうするのがいいんだろうね、一番。まあこのネットをね、うん、見てくださってる方には、うん、まあ、4月30日絶対に来てほしいんだよっていう、うん、今までは平日だったのよ、ライブが全部主催が、うん、でも今回は土曜日にあるの。土曜、あ、そうじゃん、土曜じゃん、30って。そうなの、土曜なんだけど、逆にね、土曜とかにすると本現場があるって人がいるから、本現場がね回して回してそうか、そう、 DD 多いでしょ。 DD ね、いやもうね、もうずっとアイドルやってないから分かんない。あ、てか今逆に、うん、あ、私はさ、今何してるっていうと、うん、大阪遠征行きました、全力坂やっ
昨日やりました、うん、6ヶ月連続リリースの最後に4月30日ありますよっていうので、うん、もうほぼ終わったんだけど、うんうん、何されてるの今素朴な疑問なんだけどさ、ね、私今ほんと喋ることしかしてない。これだけってこと？ライブはしてないってこと？ライブしてないね。でもなんかほらなんかワンマンみたいなのやったじゃない、グループで。いつの話？なんかさ、なんだっけ、うん、あーやりましたね。そっからまた何か次に次にみたいな。違う、忘れてるとかじゃない。え、ないの？いや全然、もうなんかもうあれは本当もう最後の集合体にしようって。ってことはもう主催とかはやらない。もう、あ、でもその5月30日に、うん、あのネマキーズっていうね、うんうんうん、あのやってたんですけど、うん、そこのあの末っ子のね畠山カレンちゃんっていう子の生誕があるので、うん、そこでちょっとライブやろうかなって、うんはいはいはい、私もステージ立とうかなって思ってるぐらいで、もうほんと何もないっすね。何もない。え、でもなんか実際どうなの、なんか言う、うん、解散ですって言ってやめたの、うん、卒業ですって言ってやめたの。解散ですって、解散ですって言ってさ、うん、なんだろう、なんかもうやめたいって感じでやめた。やめたいって感じで 2回も3回もすごいライブやってるけど、そうファンの人もどういう心情でいていいのか分かんないよね。そうだね、私ずっとそう、14歳からずっとそうだね。そうなの、うん、なんか14歳からあの、うん、ちょっと大きいグループにいまして、うん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 、で、高3の夏にやめたの、うん、もうなんか芸能が嫌で、うんうん、もうそのグループも嫌いになっちゃってね。わかるわかる、ある、最初好きで入ったんだけどね、私もそうだった。そう事務所大好き、みんな大好きって入ってきたんだけど ね裏がねやっぱね、あるのよやっぱり。そういや、それでねやめたの。そうそう、苦笑いも華々しいよ本当よ。それでやめて、うんうん、でまあもうずっとやらないつもりでいて、うん、で大学も決まって、うん、でその後なんかそのファンの人たちがライブをやってほしいってすごい熱烈なコメントをいただいて、あ、じゃあちょっとやってみようって。でその時同級生だったあのマイマイって覚えてる？マイマイ、マイマイ、マジね、本当にちょっと待って、あのね覚えないのよ。芸名なんか本名なんかちょっと私も定かじゃないの。そこまで高校時代仲良くなかったから。いやでも本当あるある。だって同じクラスだったこと一回もないからね。別にあの高校時代そこまで仲良かったわけじゃないの。そう、いやそれはそうなの。普通だったの。いやそう、普通だったの。もう挨拶するよ、喋るよ。そう。え、多分なんかお互いなんかなんだろう、高校卒業して、うん、出会うことはないと思ってた。え、そう、私もないと思ってたからなんで出会ったんだっけ。え、たぶん私がなんかイクミンがアイドルやってるっていうのを知って、うん、そうなんだって、同じ畑じゃんってなって、うん、で気になり始めたのかな、確か。そうだっけ。あー、もう全然覚えてないな。覚えてないんですよ。多分そうなの。でもちゃんとね、本当にもうどうでもなくなっちゃうんだよね。でも多分そうだよね。多分どっかのライブであったんだよね。多分ライブであった気がする、うん、あ、そう、ライブであって、うん、何してるのみたいになって、で、ツイッターフォローして、うん、みたいなんで、そっから交流を持ち始めた、うん、そう、でも本当に高校時代そこまでなんか遊びに行こうと仲良くなかったっていう感じでもさ、うん、こうライブハウスとかで会ったりするとさ、うん、え、なんか違くなるよね。何みたいになるよね。なんかわかんないけど、本当にそこまで仲良くなかったんだけど、あの感動の再会みたいになるんだよね。すごいなるの、なんか、いや、え、頑張ってるんだねみたいな、ね、そう、ね、そうなるんだよね、やっぱ。え、名前らしいのかわかんないけどさ、うん、クリアーズわかる？あー、カルベさん。そう、うん、合う東京クリアーズ、東京クリアーズにいるのよね、うん、そう、いる。あのカルベルカちゃんってわかりますかね。そうそうそう、あのここにもね、ゲストで来てくれたことあるんですよ、ね、一回ね。へー、うん、あるんですよ。なんか未だにどういうテンションで行っていいのかわかんないんだよね。え、でもよく合うでしょ。めっちゃ合うの、本当に。週1ぐらいで会ってる時もあったんだけど、うんうん、おーおー、じゃあみたいな。だって同じクラスになったことあるよね。ない。いやいや、あるある。多分2年の時。え、ないよ。私 I 組で G だった時にあのカルベさんと一緒だった。なってない。一回もなってないよ。なってない。え、ゆいめろと一緒でしょ。だってそうよ。でしょ。あ、ごめんね。ごめんね。
ゆいめろちゃんは何してるのかしら。ゆいめろは DJ やってます。あ、DJ やってるの。DJ やってる、あの高校の友達がいるんですけど、あのね、こう、クラス、学年っていうの、あの、芸能家っていうのがあって、そこでね、今活躍されてる子がいたり、もう辞めちゃった子がいたりっているんだけど、そう、DJ、 そう、 DJ やってるんですよ、ゴリゴリの。でもだ、多分ここにさ、私たちの学年、そこまで有名な人、ポツポツじゃない、あの、先輩の代とかって言ってるけど、そう、先輩の代と、うん、でも下もいなく、下はね、なんか、私たちの代からちょっとなんか、みたいな。そうだね、申し訳ない。でも、エグザイルがいるじゃない。あ、それ言っちゃうの？エグザイルがいたじゃない。あ、まあ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 、いましたけど。エグザイルはいるんですよ。いましたけどね、言っていいのかわかんないけど。いや、まあでも、あ、そうだね、私たちが、うん、クラス名言ったらもうその人もってなっちゃうか。そうそうそう、まあ、でも見てないよ、エグザイル好きな人はこの番組見てないよ。本当に。わかんないよ、どこで誰見てるかわかんないからね。気をつけましょう、慎みましょう。うん、まあ、でも本当にその芸能家だから、うん、楽屋で会ったりするとね、おーってなるよね。そうだね。でも逆にさ、今芸能クラスで活動してる子とさ、もう辞めちゃった子とって言ったらさ、辞めちゃった子の方が多いからね。多いよね、圧倒的に。うんうん、そう、今でもこうやってやってる子って少ないもんね。うん、そうそう、だからそう、フェイスブックをね、うん、そう、久々に開いたら、うん、あの、高校の同級生で、うん、結婚して子供を産ん、あ、わかる、わかる、え、あの、ヒーロー格闘、え、ちょっとわかんない、あのね、ちょっと待って、え、これもどこもね、本当に話がわかんない、うん、あの、高校の時結構ちゃんと芸能やってた子で、うんうん、あ、いつの間に、ちょっと誰だ、本当に、うん、知らない、そう、フェイスブックに、え、なんか生まれましたみたいな、めいめいみたいな名前まで載せてて、そうなの、そう、うん、え、同じクラスだったら多分 2年ぐらい、そう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 、そう、びっくり、うん、いやでもさ、正直私たちももう22歳じゃない、うん、23じゃない、うん、子供がいてももうおかしくない年齢なわけですよ。おかしくないわよ。おかしくないし、ちなみに私のお母さんは二十歳でお兄ちゃん産んでるから。あ、そうなんだ、早いね、じゃあ。そう、めっちゃ早いの、うんうん、考えられないね、ちょっと、うん、考えられる、考えられないね、本当に考えられないよね。でもなんかね、周りがさ、どんどん結婚していくじゃない、うん、この年ってなんか、第一次結婚ブームみたいな、うん、私でもまだないかも。あ、ほんと？ある？ある。え、違う、わかんない、多分なんか私、友達が少なすぎて来る情報が少ないのよ。いや、なんかね、イクミンの友達のね、いなさにはちょっと勝てないんですけど。だってなんか、つい最近、うん、その専門学校だったんですけど、私、うんうん、大学じゃなくて専門学校の時の仲良かった子が結婚しますと、うん、ああ、そうなんだ、連絡が来て、うわ、おめでとうみたいになったけど、あれ、結婚しますって連絡も渡ったの人生で初めてだなと思って。マジで。そうなんだ。私、人のツイッターもフェイスブックも、うん、タイムラインとかも一切見ないの、うん、見ようよ。見一切見ないの。結構面白いよ。あ、こいつまだ生きてんだってなる。だからでも、うん、あのツイッターはたまに、うん、そのなんか飛んで飛んでいろんなものは見てるけど、うん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 、芸能やめたんだねって、5が大半だよね。あー、確かにね。何の話からこうなったんだっけ。最近何してるから、あ、そうそうそう、最近何してるからこうなったわ。いや、でもほんとね、ほんと結婚してる。あ、私私はだからなんかもうこういう番組でね、ライブもしてない。ライブはもう一切してない。でもなんか CD 出すみたいな、なんかソロで、あの配信ですね、あのレコチョクとか iTunes で配信限定で曲は流します。それでなんかライブ活動してきますみたいにならない。なんないっすね。でもなんか実際ファンの人はさ、うん、どうなの、なんかライブしてほしい、うん、くない。いや、ほら、してほしいってよ、うん、何してんのよ、こんなとこで。そんなね、してほしいって言われてもね。いや、でもなんか実際ね、うん、こうほら、卒業って言っちゃうとさ、うん、こう、こことかだったらさ、また、ね、連絡取って会えたりってするわけじゃない、うんうんうん、でもファンの人はさ、もう卒業ですって言ったらさ、うん、情報がないわけじゃない、ツイッターとか更新しない限り、うん、そうね、そりゃライブしてほしいよねっていう、うん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 、ねね、うん、ね、まあね、まあ確かにね、ファン心理的にはそうなのかもね、うん、そうだよ、うん、なんか今後こういうことしていきたいなみたいなのはない？こういうこと、うん、一回、苦労したい、
なるほど。あ、結構苦労してるんですけどね。いや、下でしょ。は、今年で何年目芸の活動。8周年、9年目になります。やばいねえ、なんかそうやばいなってちょっと思ってる、うん、からえ、なんかここまで来るといつやめようかなってなるのね。いやでもなんかそれ節目っていうよね、うん、なんかアイドル活動は、うんうん、こあ、なんか来たよ。来ました。読みましょうか。お願いします。もう名前が読めないですね。光一さんですね。光一さん、ありがとうございます。ありがとうございます。同級生ってリーダーのヒロさんですよね。俺より、あ、ちょっとなんかつまんないコメントです。そうですね。新米さんですね。新米さんですね。ちょっと読みません。もう滑りそうなんで。滑るのこっちなんで。びっくりした。びっくりしちゃったね。びっくりした。なかったことにして。22歳って言ってるのに。なかったことにして、ちょっと見なかったことにして。何の話してたっけ。ねえ、ちょっと記憶が飛んじゃったよ、もう。今ので。全部持ってかれたわ。持ってかれたね。持ってかれた。何の話してたっけ。あ、そう、ほんと。最近だから、こういうユーストで喋ったりとか、あとはショールームが。あ、ショールームやってる。あとは、そう、最近あの大学生の芸人さんだけの、そのバトルライブみたいな。お、優勝者にはなんか賞金2万みたいな。いいね。もうガチでもらってて、私も出ようかなって思ったんだけど。どういうこと。その番組になんで出てるの。あ、番組っていうかそのライブ、うん、そのお笑いライブのアシスタント MC をやったりとかしてますね。芸人さんと関わる仕事がじゃメインみたいな。そうですね。いや、もうなんかもう芸人さんやっぱすごい喋れるし、うん、なんかね、うんうん、空気の、ね、流し方とかすごい上手いじゃないですか、うんうん、もう終わった瞬間やみますよね。なるほど。自分のできなさに。ああ、え、でもさ、ちょっと芸人さんとはいえど、うん、まあ同い年っていうか大学生ぐらいってわけでしょ、うん、でも年上も全然いますけどね。なんで急に敬語になってんだろうね。え、なんで急に敬語になってんだろうね。その芸人さんたちもさ、うん、長いわけ芸歴が。同い年。え、全然もう後輩後輩。へとか言ったらちょっと後で揉めちゃうから。ちょっと揉めちゃうから。ちょっとあの、ね、うん、すごい、まあ、でも9年目の人にはかなわないですよ、誰も。正直。いやいや、そんなことないですよ。最初からアイドルで入ってるわけじゃないよね。あ、全然違う。最初はもうほんとなんか映像系で入ってて、うんうんうん、そっからなんか制服のファッションショーに出たんです、うん、そこでスカウトされて、うんうんうん、アイドルグループに入った。そっからがアイドルのもきっかけ。そうなのよ。そうなのよ。そうなのよ。大変よね、年頃のグループはね。そう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 、うん、え、でもグループ大変だったでしょ。大変だよ。そう、私結構、あのね、聞いてほしいのよ。あの、同期っていうの、うん、同期の一斉にはい始めますとかさ、うんうん、こう年齢はバラバラでもはい始めます、スタートダッシュが一緒だったら多分違ったと思うのよ。そうね。先輩後輩ができちゃうと、うんうん、うん、でもイクミ苦手そう、そういう環境が。あのね、後輩はすごい好かれるの、本当に、うん、後輩はもう相談乗ってくださいみたいな、うん、イクミさん、イクミさんみたいな、うん、下はいいんだけど、上がね、どうしてもちょっと上には好かれないんだよね。なんでかな。なんでだろうね。いや、なんかでも、うん、個人的には、うん、そこまで、先輩みたいな感じもしてないし、うん、なんかといって、いや、私みたいな感じでもないんだけど、うん、調子乗ってるように思われちゃうのかな。あ、何なんでしょうね。うまくやりそうなのにね。でも苦手でしょ、ね、だって集団行動とか。集団行動はかなり苦手。あ、なんかね、うん、こうグループってなると、うん、そのやっぱ志が一緒じゃないとさ、うんうん、確かに。なんかさ、自分は頑張りたい、でもこっちは部活感覚でやってるとかさ、うん、人数集まるとね、結構やっぱりね、そうな、10人十色だから、うん、会社とかね、学校とかでもそうだと思うけど、うん、意見がバラバラになると、うん、だからやっぱり先輩ってなるとさ、うん、あれじゃない、なんかやっぱりその意見がなんか間違ってるとしても合ってるとしても、うん、絶対その先輩が、うん、の意見が通るみたいな、うんうん、確かに。もう先輩絶対だったね。うん、怖いわ今思えば。でもなんかそれにもさ、うん、やっぱりなんかそのやっぱ、うん、そこでね、ビシッとね、うん、言える運営さんだったらまた違うと思うのよ、うん、いや、それは違うと思うぞ、みたいな、うん、でもやっぱりそう言えないとさ、うん、ほんとその人のためだけのグループみたいになるじゃない、うん、そうね、それがね、うん、やっぱり運営さん、うん、しっかりしよう。
っていう話。イクミ真面目だよね。真面目だよ、うん、めっちゃ真面目だと思う。あ、違う方が来ました。よかったですね、安心です。山さんからいただきました、うん、ももかちゃんへライブしてほしいです。なんで配信してライブしないんですか。そうだよね、なんでライブしない、なんで配信してライブしないんですか。なんかまたライブ活動を始めたら、うん、同じことの繰り返しだなと思った。まあね、それをまでやっぱり繰り返してるってなっちゃうとね。そうそうそうね、いかんせん繰り返しすぎてるからね、9年もね、うん、そうそうそう。だから、うん、別にライブが嫌でやらないとかじゃなく、様子見って感じ今、うん、まあ、続けていくのもね、根気も気力もいるしね、うん、そう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 。まだなんかやりたいって気持ちだけじゃあれだもんね。そう、ほんとあのね、この仕事ほんとやりたいだけじゃできないから、うん、やりたいだけでできればね、みんなハッピーなんだけど、うん、やりたいだけじゃまあできないから。できないね。そうそうそう、人気だったらね、何でもやりたいようにできると思う。人気だったらまずや、そうね、そうだね。でも何よりもなんかさ、全部数字でそうなんだよね、さ出てくるじゃん、うん、ポンって、うん、その数字がね、それが嫌でね。やっぱりさ、うん、主催やろうと思えばすぐ今すぐできるわけじゃない、うん、でもそれやらないっていうのはさ、うん、その箱代だったり元を取らなきゃいけないだったり、うん、ファンの人に来てもらわなきゃいけない、うん、他の演者さんにも出てもらわなきゃいけない、うん、大変なんだよね、うんうん、でもさ、ここでだったらライブしたらいいじゃん。ここでだからほら、うん、見れる人もいるわけでしょ。ああ、まあね。でもユーストいろいろね、あの規定ありますからね。そうね。あ、そうなの。ジャスラックがどうのこうの、ね、あ、ありますからね。でもライブしてほしいっていうのはさ、うん、会いたいってことなのか、そもそも歌ってるももかが見たいのか、うん、どうなんすかね。どういうことだろうね。どうなんすかね。会いたいのかな、うん、ライブが好きなのかな。ライブが好きだからライブしてほしいんじゃないですか。なるほど、それはね。なるほどね、うん、やっぱね、あの配信で流れてる曲をダウンロードして聴くよりも、うん、やっぱ生で聴いた方がいいっていう人も、うん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 、まあね、少なからずいないみ、うん、いるみたいな。いないみ、いないみ。ももかのファンの人ってどういう人が多いの。え、わかんない。え、結構みんなバラバラよ。もう私がこんなんだから、ね、うん、なんだろうね。え、結構いろんな人いると思う。なんかイメージ的には若い子が多いのかなって思ったら、結構なんかピンチ系じゃないけど、なんかこう、ソロの時はそうだった。で、こんなこと言ったらあれですけど、うん、ポップンキスっていうユニットに入ってたんですけど、うんうんうん、ちょっと前まで、うん、ポップキスに入ってから、うん、ファンがほぼいなくなりましたね。なんでそれは。わからない。多分ソロが良かったんだと思う。本当だから、ユニットに入って残ったファンは本当1人2人ぐらい。なんかグループに入ってて辞めてソロになりましたって言ってから増えましたっていう人とさ、うん、ソロでやっててグループに入ってファンの人がいなくなりましたっていう。私どっちも経験してんのよ。あ、そうなの。もともとグループ始まりで、うん、そっからソロになってバッて消えて、うん、でもソロのファンを頑張ってつけてって、うん、ユニット入ったらソロのファンがバッて消えるみたいな。もうどっちも経験してるから。なんでなんだろう、ね、強いぞ私は。強いよね。、ま、でもアイドルってね、ほんとメンタル強くないよね、うん、強いよ。あ、あちこんなに、うん、あ最初ね入った時は、うん、アイドルって正直なんか、 ありがとうございます、ね、キュンキュンみたいにやってればいいんでしょぐらい思ってたの。ほんとに楽な仕事じゃないよ。そうだよ、マジで。そう思ってたんだけど、うん、入ってみて、あ、こんなにも誰も自分を相手にしてくれないんだって思ったもん、うん、え、ね、一発で。結構やばっ、いいよね。あのね、すごいよね。ジュニアグラビアの事務所だったんだよ。あー、そうなんだ。高校2年生だったの私。うわー、もうジュニアじゃないって。そうなの。ぐらいだよね。やっぱりね、中学生がもう初々しいみたいな。そうだよね。でも言うてさ、今の私からするとさ、高校2年生でさ、うん、若いねってなるけどさ、うん、そっか、超辛かったね、毎回毎回。中学生が主にいるわけでしょ。中学生が主にいて、こう交互なのよ、うん、出番が。中学生が1曲歌う、私が1曲歌う、うん、また違う小学生の子が出てくるとかなると。小学生いるよ。なんか楽屋で鬼ごっことかし始めるの。で、あ、私の顔見ると、怖い怖い、おばさんって言うのね。みたいに、おばさん遊んでみたいな。で、なんかちっちゃい子のりがよくさ、可愛いのが何なのかよくわかんないのがさ、おばさん来てよって言われて、なんかちっちゃい箱に2人で閉じ込められるみたいな。何この、もうそんなことされて殴るわ。なんでよ、なんでよ、バ
レないように腹パンとかしちゃう。やめてよやめてやだ。そういう幼い系の子たちだから、うん、でももちろん分かるのよ、芦田愛菜ちゃん可愛いみたいな、そういう感じの気持ちもすごい分かる。そういう子は可愛いよやっぱり、ね、でもなんか、うん、そうちっちゃい子が一曲歌い終わって、うん、私が出てくると、その丸々ちゃん行かないでみたいな、うんうん、あーファンの人のね、あのね、ちっちゃい子の時はあーみたいな感じで、私の出番だとなんかえクソロリコンじゃん。じゃあやめてやめてクソロリコンがいたってことでしょ。まあ、でもそこでもなんか1年ぐらい考えたわけよ、どうしたらいいかなみたいな、どうやったらお客さんつけるかなと思って、でもまず人気がない、年齢がいってる、どうしたもんかなと思って、うん、でも〇〇ちゃん行かないでとかあるわけよ、うんうんね、でもその中でもどうにか引きつけてお客さんをつけようと思って、うん、どうしたんだっけな、なんかすごい自分から積極的に話しかけてったんだよ、うんうんうん、そしたらあなんだ別にこの子も悪い子じゃないんだなってなってからちょっと見てくれるようになって、うんうん、あそうなんだ。でも過酷な場に行けば行くほど強くなるね。うんまあそれはあるね。そうね、あるある。何が一番辛かったアイドルやってて。学業との両立。なるほどね。なんか別に、うん、なんかあの芸能だったからね、うんうんうん、別に全然許されたことだけど、うん、大学入ってからがきつかったね。あ別にどの時代もきつかったけど、うん、あのね、もう全部きついわ。高校よりきつかったってこと、うん、中学もう中3から始めたから。でも中学ってさ、あ絶対評価なんだっけ、中学から出た評価なんだよね。なんか小学校の時はさ、うん、なんか態度とか別に点数にされないけど、あ中学からあったね、そんなのあったあった、授業態度もプラスされて、うん、私だからもうアイドル始めてからその中学校、うん、中3のその1年間は、うん、もう学校行ってたけど、うん、ほぼ寝てたから、うん、でも中学か、でも中学は頑張ってた。いや全然、うん、だからなんていうの、もう中学の思い出はもう 1,2 年でストップしてる。だってもう学校終わって、うん、即レッスン行って、うん、イベントとかライブある日はもうそれ行って、うん、で終電近くで帰ってきて、朝6時ぐらいに起きて学校行って寝て、学校で寝てでレッスン行ってとか、で家帰ってそのレッスンでやったやつを覚え直してとかいう生活を繰り返してて毎日で、それが高校でも続いて、うん、ほぼ毎日そういう生活で、うん、そうだね、よく続いたね。いや、うん、ほんと自分でも思う。でもなんかそれがあったから、うん、なんか忙しい日々も何も思わなくなった。別に平気って感じ。でも好きだから続けてこれたわけだからね。まあそうだね、うん、あのさ、これホワイトボード用意したのだんだん全然使ってないね。そうだね全然使ってないし、しなきゃいけないこと結構あるんだけど ね、アイドルの話盛り上がるね。盛り上がるね、盛り上がる。やっぱこう綺麗な世界だけじゃないからね、うん、今もうパッと入ってパッとやめれちゃうじゃない、地下アイドルって。じゃあ使いますか。使いましょう。そうそう、あちょっと曲流していいかな。じゃあ、あその、はいはい、6ヶ月連続リリースの、うん、はい、最後の曲、はい、をね、5ヶ月目の曲を。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか5ヶ月目の曲を初披露したいと思います。はい、はい、流しましょう。流しましょう。これ初披露ですからね。うわそうなんだ。じゃあ聴いてください。天真爛漫ガール。
ですよ。でもね、6ヶ月連続ってなるとね、もうちょっと他の人もついてくるの大変になっちゃって、あ、覚えるの大変か、覚えるのも大変だし、何曲かどういう感じでみんなライブ聴いてたっけみたいな曲がある。あそっか。でもなんか6ヶ月連続リリースを始めたのが、うん、まあ4年間、あ、違う、4年間だ、4年間事務所にいてオリジナル曲3曲しかなかったのよ。で、楽曲を増やそうってことで6ヶ月連続リリース始めたんだけど、全くもうほんとゼロだから、ストックがあったわけでもなくて、もゼロからもバッてなやろうみたいになったから、ドタバタしてるんだけれども、うん、頑張ってます今。どんな感じで盛り上がってほしいんですかこれは。いやもうね、ほんとね、もう好きにしちゃっていいんですよ、うん、好きにしちゃっていいのだけどなんかやっぱりね、難しいんだよね、煽りとかもさ、うん、なんか会場にいる全員で楽しめればいいけどさ、うんうん、まあそれを考えるのも大変じゃない、うん、そうね。でなんかよくさアイドルさんでさ、うん、そこだけのミックスみたいなのある時あるじゃない。 あれはどうなってんの、だからなんかみんなその場に合わせて口動かしてるってこと。だからなんかそういうのもさ、うん、前の方来てパネルバーって出してこれ言ってくださいとか、その新規の人に分かりやすいようにそこの界隈の人たちが頑張ってればいいと思うんだけど、でもさ思ったんだけどさ、うん、そういうのってさ狭い会場だからできるよね。まあ確かにね。でハロプロのさライブとか見ててさ、うんうん、そういうの全くないわけじゃん。うん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 、ハロプロ好きでハロプロしか出てこないけど、え、全然いいよ。でもさ、ほんとでもそういうことだよね。今後大きい会場でやっていくならさ、うん、その正直なんかタイガーファイヤー知ってる人がいないじゃない、そのアイドルを知らなかったら。絶対知ってるとは限らないからね。そうそうそう、だそういう中でもこう臨機応変にね、うん、そのこの曲の歌詞にもあるんですけど、変幻自在があるっていう、うん、こうどんな場でもこう頑張って自分らしくみたいな感じで、うんうんうん、まあ、歌詞こ今聞いただけじゃね、うん、今聞こえなかったと思うんですけど、まあ、いろんな意味が込められてて、うんうん、どんな場所でもね、うん、いいライブをしていきましょう、うん、ライブしなよ、まとめてよ主催。え、そう、あのね、ソロで出ればいいじゃん出ないよねソロで出たらいいじゃん。にね、あの主催出てほしいっていうのは2回ぐらい言った時に2回とも断られてるからね。断ったの、一人はねって言ってね断ってんだよねそうそうそう。え、でもライブが出ても別に嫌なわけじゃないんでしょ。それ嫌じゃないけど、いいよ別に、私いいよ、それ集客とか全然なんとも思わないから嫌じゃないんだけどね、うん、またソロで出だすっていうのはどうなんだろうっていう。まあそうだね、それさっきも言ってたよね、確かにね、うん、なんか本当にさ、ここの日にメジャーデビューします、うん、そこに向けてとかならまだね、うんうん、ちょっと違うかもしれないけどね、何もなしにパッと始めちゃうとね、そうそうそう、うん、だからなんかそのね、うん、あのまあ先日なんか引退しちゃったアイドルの子で、うん、神谷梨花ちゃんっていう子がいるんですけど、うん、あの神谷梨花ちゃん その生誕には一回コラボで出たんですよ、うん、辞めた後に、うん、一緒に歌いたいって言われて、うん、でそれは、まあ、リカピが、うん、あの一緒に歌いたいって言ってくれたから出ようってなって出たんですけど、うんうんうん、それはそれ楽しかったですけどね、うん、でも今後そうやってなんかライブやっていくのはどうなんだろうなって、ファンの人的にはでも嬉しい、うん、まあ、あえて嬉しいみたいなね気持ちでは言うんだろうけどね、まあ気持ちの問題でね、うんうんうん、そうなんですよね、難しいですよね、ね、ホワイトボードも全然使おうとしないし、使おうとしないし難しいですよね、もうスペースばっか取っちゃって、うん、この机のね難しいですよね。じゃあ1個答えていきます。1個だけ答えよう、ね、何個かね、あの今回ですね、あの特別番組同級生っていうタイトルにちなんでですね、うん、2つお題をね、うん、したんです、うん、高校時代に一番思い出に残っていることは、うん、っていうこの子ね、ちっちゃい感じいやいやいやいね、もう一つがですね、高校時代一番大変だったことは、うん、どっち答えます、どっちがいい。でも大変だったことはね、まあそこそこ分かるんですか、まあそうね、今ので ね、うん、じゃあ高校時代に一番思い出に残っていることは答えていきましょう、答えていきましょうね。いや3年間、いやでもすごい濃かったなっていう思い出しかないかも。そうね、私なんか何がっていうより全体的に濃かった、うん、ちょっとね漢字がね書けないからね、うん、あれしますね、いいんじゃないですかそれマジで一番残ってることね、
でも行事いろいろありましたからね。そうね、文化祭、運動会、運動会っていうの、体育祭だね、体育祭か。あと何があったっけ、記憶ねえな私ね、地味に覚えてるのはあの英単語テスト、はあはあはあ、あのね、あの1年の時にあの一発目やった時、った、ね、私え、なんか、うん、あのね、私すごい笑う癖があって、あのテスト前ってみんなシーンってするでしょ、うん、で、はじめって言うとさ、みんなさ、あの紙をあの裏返ししてパラってやるじゃない、はいはいはい、あのパラの音がなんか面白くなっちゃって、なんでようわ、みんな一斉に始めようとしてると思って、全然だわそれで笑っちゃって、あのカンニング扱いになって呼び出されるっていう、え、それがね、あの1年で、うん、あの初会議室、え、で、なんて言ったの、学年の中でお前が初めてだぞって言われた。いや、でしょ、その1年の、うん、で、なんて言ったの、ペラって音が面白くてって言ったの、言ったら、そしたらもう全然信じてくれない。いや、だよね全然信じてくれなくて、怒られるの、え、すっごい怒られたよ、やだすごい怒られた。でもなんかさ、あの私の人柄は知らないわけじゃない、まあそうだね、まだね、初めだから、ね、うん、え、だからそのペラって音がすごい面白くてみたいな興奮しながら、ね、そう、めっちゃ笑いながら喋ってたら、なんかふざけんなみたいな感じになっちゃったわけ。私先生に怒られたことない、高校時代。マジでマジで、一回も怒られたことない、怒られっぱなしだって。私なんでそんな怒られる、え、わからない。 あるわ、怒られたことあった、あった記憶になかっただけだ、あった。なんかあのノーメイクノーアクセサリーっていうね、うん、あの時があったんです、うん、あの規定の服、基本私服だったんですけど、うん、その時にちょっと出そうか、もう時間ないですよ、うん、その時に私ね、あのメイクしないで行くってことがすごい嫌で、メイクしてったら、うん、もう無言でメイク落とし渡されたりとか、うん、なんかエンディング流れてるわよ、え、なんだっけとりあえず私がちょっと言いますね、ラブハワイ旅行、イエーイ、全然残ってないわハワイ旅行ね、うん、全然楽しくなかったなと思って、そうあのね、そう、私ね、仲いい子と全くグループ一緒になれなかった。別に仲悪かったってわけでもないけど、うん、なんか4人1組ぐらいになってたじゃん、うん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 、私だ3-1ぐらいになってるからね、1当たってやだえ、でもずっと寝てたもんね、全然面白くなかったなって思って本当に、逆に面白くなさすぎた思い出、え、ね、うん、え、ほんとさ、あれ行った意味あったって感じだよね、ね、ほんとになんかお金出してくれたお母さんとかにはちょっと申し訳ないけど、はい、どうぞ。私は文化祭です、イエーイ、ありきたりそう、あ、壊しちゃった、え、なんか文化祭ね、で文化祭の、私が行ってた高校は文化祭結構なんか名物じゃん、そうだね、名物だった。で、なんか2日間で動員3万人とか言ってたよね、言ってたね、そうそうそう、コンサートかよっつって結構すごかったんですよかった。そうで、なんかもう人がてんやわんやの中、規制かかってたんだよね、1人呼ぶのが3人までです、そう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 、でてんやわんやの中、なんかすごい作業とかがすごい楽しかったなって。で、文化祭の時しか土日、うん、休めなかったの。あの学校行事なんでライブ出れませんって唯一言えた行事はこれ、だからもう、ね、ものすごい楽しかった、うんうんうん、っていう思い出かな。なるほど、うん、じゃあ締めてそんな雑な、いやだってマジで短いね、なんかもうちょっといろいろ ね皆様にお伝えしたいことはたくさんあったんだけれども、うん、あっという間だね、女の子のおしゃべりっていうのは。そうだね、メールが2通っていうね内容の差が伺えてない、私たちの喋った内容の差が、みんなで真剣に聞いてくれてたの、なるほど、ね、きっとね、真剣すぎて。じゃあもう一回キンキンの告知とかしといたら、キンキンの告知、はい、うん、私ですね、先ほども言いました6ヶ月連続リリースの5段目が4月30日に主催ライブやらせてもらいます。はい、こちらね、もうラストの主催なんで、もうラストの主催、本当に最後の主催、6ヶ月最後の主催なんで、もう今後ね、あまり主催はやらないと思います、はい、なんでよなんでそういうこと言うの、やらないと思うんで、本当にもうこの、しかも土曜日だし、この4月30日だけは絶対開けといてもらいたいなっていう、回しでもいいです、ぜひとも加藤のファンがね、多いなというの、他のルさんにいやでもさ、そこ気にすんのめっちゃわかんのよ、だから主催でさ、ちょっとどこの出番の時に、はい、ということで、ありがとうございます4月11日ですね、どこだ、東高円寺にあるわらやというところでですね、新番組が始まります。こちらもあの芸人さんと一緒に、あとなんか荒引き団に前に出てたあのリナンナンっていう、うん、
子と一緒にあの新番組が始まりますのでぜひお願いします。あと4月21日千住ハウスで私のあの番組おしゃべりちゃんがあるのでぜひ来てください。ありがとうございます。